お座りいただきました。お目目開けてください。せーの、パッ。待って、はい、皆さん93年生まれです。ちょっとじゃあ順番に、はい、奥の方から自己紹介を。はい、93年生まれの住岡です。93年生まれのゆりたらしです。じゃあ、さあ、飛ばして、いやいや、違う違う、93年だから。あ、じゃあ自分でいきましょう、はい、お願いします。はい、93年は内山清継と清継さん、鳥年です。あら、あ、一緒です ね、 そうですね、一緒だから鳥だから。本当言ってることが本当あったら一緒ですね。真ん中の方がね、もうすごいちょっともっと座ってらっしゃって清継さんね。93やから、まあ、メガネのチョイスとかもちょっと、なんでしょうね、あんまり見ないかなってのありますね。 あとはズボンの丈とかもちょっと何部だけか聞いてみたら、それ何部だけのズボン、これは93年だけ。おお、そうきた。ちょっとシンパシーを感じない世代のギャグです、ね、ギャグの世代が違うな。いや、すごく愉快でいいな。お前もダサい時あの丈のズボン履いてる。おい、やめろ。ってことはダサいってなっちゃうじゃねえかよ。失礼の連鎖が起こってるから。あ、どうぞ。はい、じゃあ内山さん。僕ボーリング好きなんで、うん、スカイトモさん。めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。ボーリング好きなんで。ボーリング上手い人いるんだ。昔見てたイメージ、好き、一番好きだった日曜朝。清塚さんお願いします。中華なイパネマ。なんもう一度すいません。中華なイパネマ。中華なイパネマ。島崎和歌子さんの主演。行っちゃってる。なかなか行っちゃってる。ありがとうございます。はい、初めて買った携帯とか。内山さん。はい、あのジーンズメイトでジーンズ買った時にもらったんですよ。え携帯電話を普及させたいらしくて、普及させたいでジーンズ、すげえ。携帯電話まだ普及させたい時だったんだ。93年なんで。そうね、確かに。KDDI の僕もアンテナついてました。KDDI ですね。はい。そして内山さん、ちなみに方は54年生まれ。54年生まれって。おいくつですか？67。大先輩。年齢答えた時のこの感じ。七っていうの。大先輩すぎました。まさかあいつ。あいつさ、いい加減さ、目にもの見せてやろうぜ。今日という今日は許せん。普通にグーでいっちゃうもんね。そうね、倒れたところ追い打ちかけるから。いやー、ずいぶんと遅くなってしまったなー。あー、朝目が覚めたら場所の書いてあったメモが置いてあったから慌てて出てきたんだけど、いやー、俺は一体誰と待ち合わせしてたんだっけなー。もしかして、哲也？お、あなた方が私と待ち合わせをしていた人たちですか？え、哲也なんですか？あ、なんか見たことあるな。あ、時空間人物認証システム、福尾亮、照合率 96%、推定年齢28歳。りょう時空間人物認証システム、栗田夢丸、照合率 93%、推定年齢28歳。夢丸空間人物認証システム、金沢大輝、照合率 100%、推定年齢37歳。なんでよ、ちげえよ。ヘイケツ、一体どうなってるんだ。ヘイケツ、
どうやら哲也様は西暦2022年の世界にタイムスリップしてしまったようです。タイムスリップ、そんなバカな、そんなこと信じられない。平血、一体どうやったら未来の世界に戻れるんだ。未来から来たんだね。タイムスリップの原因は不明です。この世界で生きていくほかないかと。あー、なんてこと。こんな世界で一体わしにどうやって生きていけって言うんだよ。当時の年齢に何でも変身メガネで変身してはいかがですか。そうか、その手があったか。よし、行くぞ。おお、28歳の鉄曜に変身。ション。あれ、哲也、これでなんとか見た目だけは元通りになったな。はい、というわけで全ての遅刻の言い訳が終了としました。待ってください。はい、哲也。ああ、一応未来から来たけど、ね、気使わせちゃ悪いと思って昔のこと思い出しながらやってみたけど、どうですかね、違和感ありますか。いや、ないけど、あの代わりに喋ろうか。あ、全然大丈夫。本当、雰囲気だよ。から駅で行ったらもう半端ないし。確かに、ね、まだ YouTube まだやってんだ。やってきたと思うの。もちろんすごい、若すぎること聞いた方がやるんだね。じゃあ未来こういう服なんだ。あ、これ普通にあの、あ、パーカーみたいな。へぇ、未来ださい。西暦何年くらいですか。西暦ね、一応2048リアル、うん、ぐらい。ああ、意外と近い。近いね。近いね。20年後にもこうなっちゃうんだよ。確かに、ね、そのパーカー急にダサくなる。ちなみに、わかりました。僕の未来の姿。お久しぶりです。ああ、分かっていただきました。ちょっと、来ていただいてもよろしいですか。はい、お久しぶりです。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。未来の僕でございますけども。未来の哲也この目の出演でね、内山さんでございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。こういう形でまた共演していただけるとは。まさかね。本当にまさかこういう形だと思わない。まさかだよ。1回目の仕事はまだちょっと分かるけど、2回目の仕事はこれか。ということで、皆さんもぜひ、遅刻しそうだなと思ったらね、内山さんに連絡していただいて。目をお開けください。スパンあるやん。はい、まさかでした。まさかでした。何だよ。何まさかでした。いや、これこの企画ね、ネタ通ったのがちょっと前じゃないですか。あ、その時から面白くてこういうのどうすかみたいな感じで話してたんだ。そしたら間に俺が言っちゃったの。え、嘘でしょ。確かに企画的にここは打ち合わせできないもんね。そうね。しかもお前面白くて言うなよ。いろんなことやっちゃってね。ちゃんとさお願いします。はい、93年生まれの内山です。3年前。好きなアイドルは島崎和歌子です。よろしくお願いします。上がるな。次に何をしますか。じゃあ5番の方。へそから上ですか。へそ経由で上に。タクシアゲイのへそから上に。初めてマンコ書いた時どう思いましたか。覚えてないです。わかんないです。いや、俺も覚えてないですけど。覚えてないな。でもなんかかけたりしません。は、何をかけたりですか。あ、蜂蜜かけたり。レベル違うって一人だけ。好きな体位とその理由をお願いします。おー、いいですね。これは駅弁からの回転バックです。ちょっと待って、レベルだね。大喜利してるって絶対。大喜利の時の顔だもん。絶対言ったら面白いかしか考えてない。もうマジにマジに。それがそれでおもろすぎる。じゃあ面白い。初エッチのシチュエーション聞いちゃおうかな。聞く。いや、まあそれは一応聞いてください。
僕はあの錦糸町のソープランドでモテ屋を遊ばれました。わかんないけど本当なんだろうな。一番好きな女、一番いい匂い説。それでは女性に入場していただきます。どうぞ。うわ、続々と来ている音がしますね。よかった、どうやら人間のようだ。ちょっと匂いが変わった感じしますけどね。ああ、女性の声だ。うん。あ、やばい、ここにすごい。あ、番号覚えてた。あ、8番さんお願いします。じゃあ次最後、8番さんです。はい、こちらが8番さんのフェロモンです。何も感じなかった。壁壁連れてきた。8番さんのフェロモンです。何にも感じないね。めちゃくちゃ好みじゃなかった。無臭と言ってよかったかな。シャッフル完了。はい、目隠しをお取りください。うわ、取りますよ。はい、せーの、えい。メガネで、うわー、いっぱい出してる。すごいよ、すごいね。ほら、いやいや、ほらほら、見よっと思ったよ、俺も。見えんかったわ。じいさん、おもちゃにしちゃダメだったよ。もう呼び捨てなんだね。最後にさ、壁が出してる。やっぱ男性の匂いは拒否するのね、鼻がピーって。あ、ノイキャンで全部キャンセルされたんだよ。いや、はい、これを、うちの、あら、劇団から、はい、結婚1周年おめでとう。あー、ありがとう。結婚1周年か、いいんですよ、1周年プレゼントいいんですよ。はい、未来の手順なんで。あ、確かに。そうか、自分への還元ってことですね。なるほどね。僕も結婚したんですよ。もう本当にそれしか思わない。次回必ずやない。僕も結婚した。あ、次回いつの話なんですか。ヒカキンさんもね、確かにテチャーには来てたけど、俺あれ、僕も結婚したんです。すいません。まあまあ別にいいですけど、ごめんなさい。ゲームに結婚したから。茶色。いや、これだけ回ってる。ピンクあるかな。ピンクあったらじゃあ中身がやつピンクだ。やばい、俺放送紙だけ。俺ちょっと開けさせていただきますね。どうぞどうぞ。いいかな。うちのあの猫ちゃんのお皿、これ使ってます。違う。あ、そうですか。じゃじゃ、おー、かわいい。え、どうですか。なんだ、すごい。お酒が日本酒好きなんで。これめちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃいいよね。うわ、まさにこの色、あのアルルが使ってると同じ色合いのやつで、これが量でね。うわ、あ、ブレンドだ。で、としみつので、おぉ、5個しかない。あれ、5個しかなくてごめんなさい。うわー、ちょうどどっち。うわー、じゃあ半分個するか。でも、一人ラッパの身だからね。これ量かもしれない。それも変なんだ。いいね。めっちゃいい。いや、いいね。ありがとうございます。とんでもないです。もう、うちの劇団員が、劇団さんからそんな一生懸命探してくれて、ありがとうございます。結婚1周年でいただけるってことは、また来年もね、来ていただくことになりますしね。結婚やっぱ20周年とかもお祝いしてほしいしね。もう、いやー、生きてるかなー。いやいやいや、生きててくださいよ。厳しいなー。20祝ってください。じゃあ約束20祝ってください。ちゃんと20周年ってことは、え、あ、20ってか俺50歳。49。え、俺いくつ？から20年。89ですよ。いや、言うてる。いや、言うてる。言いますって。19いけますよ。え、清継さんの89いけますよ。またあれですか、体臭かかれちゃうんですか。その頃まだやってんのか。その頃まだパートナーがやってんのかな、俺。さあ、召喚されたようです。じゃあ目開けましょうか。はい、せーの、ふっ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 。待って、今俺一番こっちから見てっちゃったから最初に見てっちゃったじゃねえかよ。ご無沙汰してます。お久しぶりです。コーヒー飲みましたよ。あ、ありがとうございます。もう知らないその程度もないじゃねえかよ。問題、野菜を漢字で書いた時に自分の字っていう字がね、入る野菜があるんですが、その野菜は何でしょう。人参、自然薯、クレアさん、自然薯、ケイサイ。あー、入ってる入ってる。あー、すごい。オリジナル野菜。
だよね。オリジナル野菜そんなあるんだって思っちゃったじゃん。なんだと思った。いや、あると思ったわ。あー、入ってる、入ってる、もう入ってる。あー、すごい。マイクロソフトの創業者の名前を書いてください。あれ、マイクロソフト、マイクロソフト知らないことありますか？アップルじゃダメですか？アップルでも買ったことないですよ。ちょっとこの画像を見てもらって。何それ、それ問題？はい。やばい。これクリティカルしたらすごいぞ。全く何か分からないけど。内山さんギャン狙いってことは分かるわ。内山さんギャン狙いでいきます。これの作品名お答えください。こちら。はい。ほらこれは。何このデザイン。さすがにこれはピシタガードも及ばない。これは言ったらすごくね。68歳のいとこはいないはず。夏希さんから。筋肉マン。藤田さん。言ったよね。石破さん。マジンガー Z。ピサン。ピンクソ。内山さん。ジャイアントロボ。原作横山ミステル、テレビ朝日絶賛公開中。でかーい。ナイス。すごい。あれ本当？なんでそんなわかるんですか、そこまで。当たり前。ではここで問題です。なんで？原作横山ミステル先生の超有名な巨大ロボット漫画は何でしょう？鉄人28号。正解。そうだね、めっちゃぽい。南国なり。内山さんは何が好きなんですか？昭和のテレビ番組と、あと映画だったらツイート見てますよ。デビューしてますから。それでは早速ですけど、10人の選手の方に来ていただきましょう。はい、お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。本当に知らない人だね。あれで、知ってる人、知ってる人、知ってる人。ここかー、ここできたかー。何でも読めるようになってるやん。石山さん、半年に1回のお約束でしょ。ちょっとペース上がってませんか、なんか。はい、私のターン。僕のデッキで最初に持ってきたいモンスター、清津さん。マジか。清津さんがちょっとやってるとこ見たいな。そんな引きですか。はい。普通なんかそんな強そうには見えないけど、ね、いや、そうですね。ここをどう采配するかっていうところですよね。まず気になるのがやっぱりここの2人、この若い子2人を清継さんのこの敵に配置したいですね。これ持久戦になったらあっちまで回っちゃいますよ。そうなんだよね。総量が違いすぎません？うん、2人ともテクニックタイプ、スピードタイプって感じだから、意外とここに強い人配置すればトントンだと思います。絶対違くない？絶対レベルだと思うけどね、俺。いや、清継さん、気合いあるから。ただの普通のおじいちゃんだから。もう決めちゃったんで。はい、わかりました。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、ちょっと綱持ってもらって。いきますよ。よーい、スタート！おおいい、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 おい、気をつけチーム、むしろ若いチーム頑張って、イケメンチーム頑張れ。あ、ダメー、やった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 ー、真剣にやりすぎた、やったー、すごい、やったー、おめでとうございます、やったー。タイムを、ただいまの記録14秒08。おー、ということでさっき17っすよね。はい、17秒対14秒で第1試合哲也監督の勝利。ああ、そうかそうか。3の倍数か3がつくのはバカ。これバカへの順応も見れますんで。じゃあいきます。ゴール。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。え、14は14は今最後バカなの？どっちだ？僕が気になるマッチアップ。気をつけた。東海オンエアの2人が残っている。今まで一度も使われていないこのどっちかではなく宇宙さん。ふふコロコロ。じゃあいいですか。はい、位置についてよーいドン。おー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 お
校が見れました。よかった、助けられた。いい試合だったな今の。あんな拮抗するんだこれ。ということで今のタイムは29秒です。おー、これ29秒すごい。全種目の中で一番長いです。最長タイム。ということで僕が1秒だったに対して29秒も拮抗させた柴湯監督、僕の大逆転負け。あ、勝ちじゃないのか。やった。5番の方。世の童貞諸君、一番最初は好きな人と、そしてその人を大切に。じゃん。動画閉まっちゃう。動画閉まっちゃう。今一生懸命やる。